引き締めていくわよ。締めていこう。問題なさそうな相手。レンガだ。襲われるとやるぞ。仕方ねえ。しよう。頼めるか。よし。クリーデラーカー。見るの必要。よし。
警戒は起こさないねえ、ここさっきも通らなかったし。そんなはずは。
術を使うか。ヤバそうなのが出てきたぞ。歓迎の趣向としては芸がないな。来るよ。オルラーンのもてなしか。あいつの趣味がわかるよね。バカに言ってないで集中しなさい。妨害を頼む。レンガダン、テンションまとめて回収。
一匹片付いたか。これでなんとかなりそうですね。どんどん切るぜ。暴力なんかに。待て、様子がおかしい。殺害だぞ。死の力だって呼び戻す。さっきまでとはまるで別物ね。こちらが本当の姿か。
やつだ。みんな無事か？あ、だが何度もこういうのが出てくるとウォルランの元にたどり着く前の消耗が心配だな。またあの音。よほど我々の心変わりが心配らしい。律儀なことだ。辛いが今は先に進むことに専念するんだ、アルフェン。分かってる。大丈夫か、シオン。ええ、ありがとう。まだ何が出てくるかわからない。無理するなよ。敵がいないかどうか見てくるわ。どうした？うん、なんか、なんだろう。あ？シオン、アルフェンにだけ、なんていうか、よそよそしいっていうか。そうか？いつもあんな感じだろ。そんなことない。助けた時はもっと。だったらあれだろ。ほら、そっくりなご先祖のこと。それもあるのかもしれないけど。気にしすぎじゃないのか？なんだよ。もういい。なんだよ、変なやつだな。ボルラーンのお出ましも近いか。普通を願いたいもの。よ、追いかけた。待ってろ、ボルラーン。どこよりも立派な作り。それでいて見張りがいない。つまりここか。いよいよだ。誰よりも人の命をもてあそぶボルラーンを許すわけにいかない。みんな覚悟はいいか？ここまで来ちゃな。無論だ。怖いけどやらないとだよね。
来たぞボルラン。その男の屍の前で今一度我が物となりに来たのか。貴様兵を引かせた。一人でも勝つ自信があるということだ。なぜ俺をつけ狙う。お前の望みはスルドブリガに勝利することじゃないのか。俺の望み。俺は望みなどせぬ。全ては我が物。当然貴様の始末だ。だが嬉しい。どういう意味だ。貴様には屈辱にまみれた気持ちが伝わる。Yeah.
れる。炎よ、反対しやすい。さあ、楽しませ。この結果で終わるな。お前の負けだ、ボルラン。今すぐ外の奴隷を生贄にするのをやめろ。早く。負けだと。何？バカめが。これまでの鋭ぶりがは一体。どうやらどこかに大嘘つきがいると見える。
に仕掛けましょう。リムル、合わせて。守りは任せておけ。ロリューとロンド先生、ぶっ潰してやる。リムル、漏洩客。傷を治すわ。リムル、決してくれません。術を使うか。
何を設けているの？倒れないのかよ。そう、大いすべて俺が手にして当然。俺が食らうなら俺が踏みつけ支配する。他は貴様は死ね。ついに全部のマスターコアが揃ったわけか。これでどうすればいいんだ？全てのマスターコアを一箇所に集めれば、その時点でレナス・アルマが誕生すると聞いている。じゃあ、あとはシオンのを置けばいいんだね。それで、イバラからも解放されるのだな。これだけじゃダメなのか。まさかこれすらも。アルフェン、後ろだ。闇のマスターコアなのか。レナス・アルマとはダナのご属性ではなかったのか。それをどうする気だ。
始まったのだ。いつも君と待ち続けた季節は何も言わず通り過ぎた。雨はこの街に降り注ぐ少しのリグレットと罪を包み込む。あれから一月、俺たちはまだガナス・ハロスにいた。支配者がいなくなったも、ペレギオンの人々の心の解放は遅々として進まなかった。レネギスの不気味な沈黙の下で、俺たちはその大社に追われていた。二人の子、あの赤い女、レナス・アルマ。300年前と解放されたダナン、消えたボルガーンの死体。戦い続ける気持ちに変わりはない。それでも俺は息つく間もない忙しさをどこかありがたいとさえ感じていた。大丈夫か？ぼーっとしていたぞ。あ、すまない。どうしたんだ？住民の陳情だ。これから話を聞きに行く。私にはこの国のダナ人が他人事には思えないんだ。ヒサロ、メナンシアにも猛獣はあった。ただ曲がりなりにも私たちは自分たちで選ぶことができた。それすらこの国では許されなかった。この国の人たちがどんな未来を選ぶにせよ、せめて自分自身の意思で選べるようになる手助けを私はしてやりたいんだ。メナンシアの人々は改めて共存を選んだよ。理想郷への第一歩になるといいな。それはまた別の話だ。だが無駄にならないと信じたい。わかった。ならまずはやれることからやってしまうか。
先に行っている。すまないが、シオンにも声をかけてくれ。いつも通り城の入り口で集合。続きはそこで話そう。わかった。Yung